雑は草津群馬の皆さん、サポーターの皆さん、こんばんは。敷島公園園長の平野です。本日の冠マッチ開催を大変嬉しく思います。敷島パークマネジメント JV として私たちが管理運営する敷島公園は利根川と松林のある公園として1922年に生まれてから間もなく100年を迎えようとしています。私たちは運動施設と公園の管理運営を通じて歴史ある公園を大切に守っていくとともに、未来に受け継ぐ素晴らしい財産としてより良くしていく挑戦を続けていきます。本日は裏方を飛び出してホームを管理する私たちが公式戦の開催自体を応援するという他にはない挑戦をすることができました。職員一同、これからもザスパクサ群馬を全力で応援していきます。一緒に頑張っていきましょう。本日の一勝祈っております。頑張ってください。